白杖ラボ井上久志さん、野田秀樹、のけものきたりでの枠組みは、言語遊戯を針として、糸として、時間と空間を自在に縫うところにある。言語遊戯が場当たりの爆発を行うばかりではなく、新たな神話を推進するための基本燃料となる。いろんな時間とかいろんな場所を針と糸で縫い合わせた結果、言葉がその場しのぎのものとして使われるだけじゃなくて、さらにその先に劇を進めるための燃料としても機能しているよというようなことでしょうかね、うん、実はですね、唐十郎さんはですね、渡辺恵理子さんにしか言及しておりません。そうなのか。完全なる恵理子推しでございましたので、野田さんの言及は唐十郎さんはございませんでした。そっか。次、佐藤誠さんです。自己の文体のみの力で戯曲を成立させようという野田氏の方法は一つの極限に達している。その徹底性がかえってこの戯曲の重い主題を生み出していることが面白い。人に似てないってことですね。まずね、自己の文体のみで成立させている、そのあまりにも徹底しているので重い戯曲を書こうと思って書いているような従来の戯曲よりも、そうじゃないこの戯曲の方が結果的に重い主題を生み出している。それ面白いよねって言ってる。うん、思ったより高評価だな。褒められてるよね。まあ、ね、褒められてるよね。次、清水邦夫さんです。野田秀樹氏の「のけものきたり」では、僕としては昨年の候補作より辿っていける確かな手がかりがあり、特にラストにかけて、これまで体験したことのない質の興奮を覚えた。野田さんはですね、この前の年もですね、赤穂浪士かなという作品で候補にはなってたんですけど、ちょっとね、分かりづらいんです。すごく難しい作品というか、という意味で言うと、清水邦夫さん的には、前回の話ちょっとよく分かんなかったって言ってるんですね。で、今回の作品はまだ分かるかなっていう。でラストにかけては興奮したって書いてあるので、僕でも分かったみたいな感じですかね。なんか優しいコメントだな。田中千香さんです。渡辺恵理子さんの時も読みましたけれども、もう一回読みましょう、はいはい、今年度の岸田戯曲賞であるが、おびただしい活劇の中の選手として1人または2人というわけにはいかなくて3人ということになった。そうしないと昨今の全容を明らかにすることが難しいのである。おのおのに見事に個性的である。聞かれて名乗るもおこがましいがで、三人男一人は女だがの稲瀬川ならぬ岸田賞の勢揃いが美しい。地下の岸田先生も似たりと笑って見てくださるだろうということです。三人選ばなきゃ今のね、いろいろ質が違う面白い演劇状況ってのを表せないから、それぞれ違う三人が揃い踏みでいいんじゃないでしょうかということでした。なるほど。次ですね、別役実先生ですね。今回私は野田秀樹歴史ののけものきたり手を受賞作として推した。この作品が一番明確な方法を持ち、それに徹底していると考えたからである。言ってみればこれはプラスチック製のファンタジーであり、しかもそれぞれのパースペクティブが混乱させられているから、この世界ではあらゆる存在は記号であり、行為はゲームであり、関係は幾何学であり、哲学はクイズにならざるを得ない。ここら辺の言葉ね、素晴らしいですね。もしかしたらあらゆる哲学はクイズにしか過ぎないという点に、この作品の哲学があるのだと言ってもいいのかもしれない。そしてこの焦燥感がこの作品の主題である新たな伝説を作り上げようとする言葉を極めて説得力のあるものにしていることは否定できないのである。プラスチック製のファンタジー、作り物だって言ってるんですね。全部が作者の頭の中にある世界に過ぎない。あらゆる存在は記号で、行為はゲームで、関係は幾何学で、哲学はクイズだ。つまり葛藤というものが全然ないって言ってるんですね、この物語には。従来の演劇っていうのは、生の人間と生の人間がぶつかり合って、そこで生まれてくる葛藤というものこそがドラマだったというのがアングラの方法論だったのに、ここに出てくるのは全部ただの記号で作り物でゲームにしか過ぎないって言ってるんですね。で、その人間が苦悩する大元である哲学さえ単なるクイズに過ぎないんじゃないかと。ある種のゲームなんだっていうことを言ってる、全部。このようなあらゆる哲学がクイズにしか過ぎないというような冷めたファンタジーであるということそのものがこの物語の哲学なんだと。つまり自分たちが人間としてぶつかるべき相手がいないというのは全部冷めたゲームでしかないというような、人生のテーマが見つけられないというような焦燥感自体が、じゃあもう要するに今まである旧来の物語にはもう自分たちが興奮できるものなんかないんだから、自分たちが新しいその物語、新しい伝説を作り上げようとする、その物語のテーマにこの作品の手法というものがバッチリ合ってるので説得力があると言ってるんですね。まあ、ただ物語を語るだけじゃなく、その物語を語る方法をも徹底して発明しているということを別々先生がおっしゃっておられて、いいねって感じですね。
八木修一郎先生です、うん、野田の観客論はおそらく観客のすべてが完全に空虚だという認識の上に立っている。そういう観客一人一人の空虚を満たしてみせるという野心が同居しており、そこにはやはり伝説を作るという作家の普遍的な情熱が潜んでいると私は感じ、のけものきたり手を第一に推した。別役さんはプラスチック製の作り物の芝居、そこに自覚的だという話だったんだけど、それは作家のみではなく、それを見に来る観客の方もそういう物語を今や求めてるんじゃないかというようなことですね。観客の空虚さというのは、つまり今まであった従来のお芝居を見ても自分たちの問題と思えないってことですね、今のお客さんは、うんうん、むしろこういうプラスチック製のファンタジーの方にむしろシンパシーを感じるのが今の人たちなんじゃないかと。で、うん、そういう旧来あった方法ではない新しい方法で新しい伝説を作りたいという作家の情熱を信じて一番にしましたって書いてありますね。なんだよ、みんな褒めるな、さすが天皇だな。次、八代誠一さんです。一つ一つをね、もう一行ずつで書いてるんですね、八代さんはね。家の下、寂しくユーモラスな叙情劇、ピノッキオジャンバラや苦渋を背後に押し合った斬新な社会劇で、のけものきたりて奔放な劇空間の下で繰り広げられる乾いたマリオネットって書いてあって、最も私だって私の作品をこのように人からげに概念化されたら不満だが、事の性質上このように分類しないと私の心の座りが悪いのであるって書いてある。あ、はい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 。3つともあまりにも質が違いすぎるんで、分類上の違いでしかないわこれって言ってるんですね。比較できないって言ってるんですよ、つまり、うんうん、比べて一番を決めるとかいうことができない類のものなんで、それぞれこのように性質が違うものですよっていうふうにしか私には言えませんって言ってるってことです、はいはい、山崎正和さんです。今年の場合最初に印象に残ったのは野田秀樹、渡辺恵理子、北村壮三氏の作品が一つのグループを作り、強く現代の流行を代表しているという感触であった。こうした作品に対峙した時、山本清和、小松三木雄、これ他の人ですね、両氏の義欲がいかにも律儀に見え、少なくとも流行の外にあるという印象を与えることは感慨深い事実である。この2軍の作品の中で私は第1軍を最も純粋に代表する野田氏ののけものきたりてと、第2軍においてやや完成度の高い小松氏の朝木宮記者に乗るを押すことにしたと書いてあります。もう完全に世代交代したねって言ってるんですね。野田秀樹さん、渡辺恵理子さん、北村壮さん、まあ北村壮さんは第2世代にも足をかけてるんですけど、というような80年代当時第3世代として爆発的に観客に受け入れられてる3人と、それより1個前の世代、もしくは2つ前の世代の山本さんとか小松さんというのは、正直古くなっちゃったって言ってるんですね。その2人も、ちょっと前までは十分に斬新な作風だと言われていたのに、今年見たら、この2人なんかすごく古っぽく見えるって言ってるんですね。それぐらい時代の速度が速くなっちゃったってことなんでしょうか。で、新しい人グループ、ちょっと昔の人グループに分けたときに、あの新しい人グループから1人、昔のちょっと古い人グループから1人ずつ出したときに、新しい人グループの代表は野田さんですねっていうことを言ってるんですね。うん、ということで基本的に別に誰もけなしてないっていう感じ。ねえ、なんか粒ぞろいの素敵な年だったんですね。はい、まあ、若干政治的な配慮も感じますね。3人出したということはね、1人だけだとあの角が立つというところがおそらくあったんじゃないかなということね。あまりにもこの80年代に第一世代、第二世代、第三世代、いろんな出自の劇作家が80年代合流しちゃったんで、こういう人が今一番流行りの作風でトップって言えなくなっちゃったってことなんですね。どの作風を次第局長として押し出すかってことに決めきれなかったって感じですね。可能性を残したまま終わらせたっていう感じじゃないでしょうか。まあ、それだけ状況というものが乱熟し、まあ、意味混乱し、活況を呈してたという、まあ、証拠でもあるかもわかんないですね。3人出したということ。うん、今まで読んできたものの中でも個人的な好みとしてもかなり好きなので、見に来てくれる人を楽しませるみたいなところの意識が高いのかなって思って、まあ、ショーマンシップがあるんだろうなっていう感じはすごくします、ね、そうそう、なんかやっぱちょっと沈黙劇とかとはやっぱちょっと違うなっていうかとまあお金がかかってるみたいなところもあってよかったです、ね、バジェットでかいしね、そもそもね、公演のね、うんうん、ピーター・ブルックっていう演出家の作品にはすごく影響を受けたっていうようなことを言ってて、で、まあ、ピーター・ブルックの芝居がまあこういう芝居なんですよ。本はね、あのシェイクスピアとかなんだけど、登場人物がドワーって出てきてなんか歌ったり踊ったりするとか、演劇を一つの祝祭空間として演出するというかね、そういうピーター・ブルック的な演出の影響が当時はすごくあったのかなっていうことと、フィジカルシアターとか言ってね、この当時ね、言葉とかで相手を納得させるんじゃなくて、動いて動いて体の動き方とか使い方とかリアクションするかみたいなことで、まあ、ノンバーバルに言語を超えて表現するみたいなことが世界的には流行ってたんだけど、多分野田さんはピーター・ブルックの芝居とかを見てて海外の流行のお芝居を多分知ってたんですね、きっと。
っとね。フィジカルシアターと呼ばれる言葉じゃなくて体で表現するっていうことに対して、おそらく小劇場で再現してみようと思ったんじゃないかなっていうことですね。うんうん、なんで、当時の劇評とか読むと結構辛辣で、作家としてはいいけど、演出家としてはちょっと他の人に任せた方がいいんじゃないとか言われてることがあって、動く必要のないところでみんな動きすぎみたいなこと言われてるんだけど、今我々が見たらあんまりそんな感じはそこまでしないんだよね。そういう作風じゃないとしか思わなくて、当時の人たちはやっぱりセリフもない俳優がうろちょろしてるとかいうことがやっぱりすごく気になったらしくて、だけどそれはね、フィジカルシアターってのがちょっと流行り始めてきてて、それをね、多分先取りして取り入れてたんじゃないかなっていう感じはしますね。結果的に彼自身がその後大御所となってさ、名実ともにナンバーワン劇作家として君臨して以降、彼自身が正統派になることで、異端であったはずの彼の演技体そのものが結構メジャーになっちゃったっていうことですね。ただまあそれもね、また数年すると平田織田さんみたいな人が現れて全否定していくというような流れもあり、そういう意味で常に状況は動いていくから、前の世代をね、乗り越えて動いていくので、そういう意味で異端時代あったにもかかわらず、本人が支持され本人が偉くなることで異端を無理やり正統派にしたという意味ではですね、一代限りのやっぱり劇作家だし演出家だということで、まあそのある時期最も奇跡的にうまくいった作品がこうやって何本か残ってるわけだから、これは本当に素晴らしいことだと思いますけど、真似はしないでください、いろんな方悲惨なことになります、こういう作り方を真似ると、うん、ということで、今年もお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、良いお年を、はい、良いお年を、ね。